請求額に目が行きがちですが、提訴の形式に沿った形式的なもので、松本さんにとってはお金の問題ではないと思われます。提訴がされてようやくスタッドラインについた状況で、これから長い裁判が行われるのだろうと思います。私は定年まで新聞社の司法記者として様々な裁判を取材しましたが、松本氏はおそらくこの裁判に勝てないと思います。文春の記事を熟読すると、松本の相手をさせられた女性は、かなりの人数に上ります。常習的、組織的に下り慣れた可能性が非常に高い。これだけ多くの女性が、揃って虚偽の発言をする可能性は限りなくゼロに近いでしょう。真実相当性を立証するには十分です。それから記事には公益性もあります。なぜなら、松本氏が公人だからです。エンタメ界のトップに30年以上君臨し、テレビの番組編成に絶大な影響力があるし、大阪万博のアンバサダーを務めるなど公的な役職もこなしています。その人が、常習的、組織的な性加害をしていたとなると、見過ごすわけにはいきません。今のところ、文春に向ける要素が見当たりません。事実も証拠も見ていないので、裁判結果で判断するしかありませんが、いろいろな意味でその結果は象徴的な、マスコミによる表現の自由 VS 記事による名誉毀損の今後のベースになるものでしょう。仮に棄却された文春側に有利になった場合は、言ったもの勝ち、報道される側の日常的な行動に相当なプレッシャーになるはずです。まずは推移を見守りたいと思います。この件に限ったことではなく、大規模なスキャンダルになると本の売れ行きが伸びてたとえ訴訟に負けても元が取れてしまうので、裁判に勝てないような情報でも出版することはあると聞いたことがある。今度の件で文春もの売れ行きは相当良かったと思うが、最終的な収支はどうなるのだろうか。裁判の結果や賠償額と合わせて収益についても注視したいと思う。どういうスタンスなのかな。多分性暴力を否定するのがメインの訴訟になると思うけど、合意の上で性交渉があったのは認めるのかどうか。認めちゃうと奥さんと子供との間にしこりは残るよね。昭和の芸人は女遊びも芸の肥やしってところがあったので、その薫陶を受けたDT世代は今のコンプライアンス云々に対応するのはまあ大変よね。三権分立に加えて現代は四つ目の権力としてマスメディアがある。正しく使われれば四大権力として大いに活躍してもらって結構だが、一方的に報じていてはおかしな話になってくる。この件はどちらに転ぼうが四つ目の権力のあり方をみんなが考えるのに良い機会になったと思う。今回の件、芸能人のプライバシーはどこまで守れるのかという点で注目し、今後の裁判等での罰則金や賠償金などの額を外国並みに上げることになれば良いと思う。懲罰的損害賠償という概念も視野に入れて、ただし性加害があったかどうかは松本さん側が決められる問題ではなく、女性側がどう感じているかがポイントになるような気がするが、争点がどうなるのか注目したい。あくまでも性加害の事実の有無が焦点と思います。パーティー自体はこの業界問わず行われております。時としてホテル、自宅、店舗の個室、貸し切り様々で場所の問題ではないと思います。飲み会ということ自体も問題はないと思います。松本氏は裁判の論点として性加害の有無及び主観式業の報道姿勢に関して提訴としている。以前から切り抜き報道に嫌悪感を持たれていた方なので事実無根であれば大変憤りを感じているのでしょう。ただこれまでの経緯から裁判を行うということはおそらく事実とは違う内容であったのかなと推察はできます。とはいえ、見守って事実を我々は待つしかないでしょう。真相の是非はもうあえて言うことはないけど、仮に名誉毀損でなかった場合は、松本さん側の負担は相当なものとなると思われますよね。名誉毀損であるなら、今回は損害額を数百万ではなく、実費として億単位の損害額にならないと割に合わない判例が全てとは言うけど、これほど出版社側に有利と思える判例が多すぎることに違和感を覚える結果を見守りたいと思う。とりあえずスタッドラインについたといった書でしょう。本来ならもっと早くするべきだったのでしょうが、相手は文春、追撃砲があることは誰もが予想されていたでしょうから、2、3、お待って、もうこの情報提供者からの情報がないと見ての提訴なのかな、と思います。日本の裁判は賠償金額が低いので、むしろこの請求額でも低いような気もするんですが、両陣営がどう戦っていくのか、その中でどのような事実が明らかになり、事実認定されていくことになるのかどちらにしても、両陣営とも和解には応じないでしょうから、
長い戦いになるので注視しつつ見守っていきたいと思う。まだ報道も真偽も明らかになってはいないから松本さんを擁護も否定もするつもりはないが、松本さんが提訴して白黒つけるというのなら見守りたいと思う。この報道がもしも本当ならもちろん松本さん側の責任ではあるが、もしも虚偽で名誉を毀損されたとしても賠償額は数百万円程度との話もあるし、結局記事の利益は文春側に残ったまま、一方松本さん側にはずっと悪い印象が渦巻き続けてしまうことになる。仮の話だが、もし虚偽だった場合でも結局文春側に利益が残るという状況は憂慮している。とにかく今は文春もどっちも正反対の主張だし、法廷で真実を明らかにするのが一番とは思う。5億5000万円という金額を考えると松本さんの名誉回復もあるだろうけど、それ以上に週刊誌で芸人に限らず芸能人のスキャンダルを取り上げ、名誉を毀損させるリスクを引き上げようという狙いがあるのだと思います。週刊誌としては敗訴しても大した不利益にならず、むしろプラスになるので売り上げが期待できる大物芸能人ほどリスクがないということになります。もし勝訴となってこれに近い金額を請求できるとなれば、週刊誌にとってかなりの痛手でしょうね。ジャニーズの件を掲載したのは文春だった。多くのメディアは触れなかったが、 BBC が公開し、関安氏が会見をしてから徐々に流れの変わり、被害者数が増えてきて結果的に現在の状況になった。当事者は事実を知っているけれども、当事者個々の立場によって事実の解釈が異なる。裁判となった以上、各人の内面のトロは苦しいとは思うが、明らかにしてほしい。もちろんセカンドレイプのようにならない配慮や方法が必要と思う。芸能人が一般人をターゲットにして好き放題振る舞おうとすることにすでに不快感が強いですが、性的な行為の強要などがなければ、全てはプライベートの行動として暴露されるに値しない行動なんでしょうかね。人気商売というのはある種人を商品としているわけで、プライベートの行動から人気が爆発することもあるわけなので、とりわけその商品の人気を落とす事柄ばかりをプライベートの暴露だと問題視するのには違和感を覚えます。記事に記載されているような性的行為という書き方は強制性行為のことなのか、そもそもの性行為自体がなかったのかがわからないね。ただここまで訴訟に踏み切るには結構な自信があるんだろうね。いろんな有名人が文春の確固たる裏取りでいい加減なものはないというのもすごくそうだろうと思う。法的ではそもそもの性行為があったのかを明確にしてほしいと思う。昔、会社に精神的苦痛を訴えて労働局の調停を申請したことがある。100万円の請求で得られた額は、たった30万だった。口止め料的な感じで自分が折れた感じだった。弁護士曰く精神的苦痛は立証が困難だし、精神科への通院などの実費が根拠になると。まっちゃんの場合は風評被害的な意味と仕事で得られたであろう利益を損なう。直近2から3年程度の収入がポイントになってくるのかな。